どうもみなさんこんにちはレックス専任講師署の豊川と申しますそれではですねこれよりこちらですね宅検改正民法学習者は来年官定士が狙い目というガイダンスを始めさせていただきますどうかよろしくお願いいたしますで早速ではあるんですけどもこちらですねちょっとこちらの問題ご覧になってみてください ね「問いの6」って書いてありますけど実はこれ今年ですね2020年令和2年の宅検試験の問題なんですよこちらでちょっと上からね、まあ、見ていきますとこれ A と B との間で令和2年7月1日に締結された売買契約に関する次の記述のうち民法の規定ここね民法の規定によれば売買契約締結後 A が B に対し錯誤による 取り消し。こうですね。ができるものはどれかを聞いてるんですね。こちらでこれ錯誤による取り消しということでね。改正民法ですね。今回、この改正民法が出題されているんですね。で、どういうことかというとね。まご存知の方もね。大勢いらっしゃると思いますけど、これ改正前はこの錯誤っていうのは取り消しじゃなくて無効だったんですね。無効でした。 ね、で今回問題文もね取り消しっていうことで、ね、もうはっきりと改正民法から出題されているということなんですねこちらねで宅見だけじゃなくて他の国家試験もそうですねこれねあちなみにこれね足の3番がこれねあの正解しっていうことでねこれ取り消すことができるよということでちょっとこれ足の3番ねちょっとせっかくなんで見ときますこれ正解しなんですよで A は自己所有の時価、えー、と100万円の名称の絵画を贋作だと、ね、思い込んじゃったんですね。で B に対して贋作であるので10万円で売却するよって言ったところ相手方 B もねこれ同様に贋作だって思い込んで贋、ね、作だったら10万円で買ってあげるよと言って AB 間に売買契約が成立した場合ってことで、ね、これいわゆる共通錯誤っていう問題なんですね。この 表意者 A だけじゃなくて相手方 B も同一の錯誤に陥ってるんですね。でこういうのね共通錯誤っていって今回の改正点の一つだったんですよ。それれががまさに今回ね、ね、まあ。足のの番、正解とととしててここ知識が問わいいるということです、ね、ちなみにこれねこ,れこの問題ですねレックのデータによると正解率が確か70%以上ということでかなりの方がねお出来になってたんでやっぱりねもう皆さんね このの改正民法の知識、ね、しっかりと勉強して試験に臨まれたんだなってことがねもうはっきりと伺えるんですねちなみにこの場合これ共通錯誤ってことなんでねこれ仮にこれ A ですねこれ A は同期の錯誤に陥ってますよね。この点もちょっと、ね、あの考えていいたただきたいんですねで仮にこれ A にね重過失があったとしても共通錯誤の場合っていうのはねこれ相手方も同一の錯誤に陥っているっていうことなんでねこの場合 契約をね有効にしておく意味はありませんから取り消すことができちゃう A を取り消せるんですねこれが共通錯誤でした改正点改正点ねまさにこれストレートに今回ね足の三番で聞かれてますでさっきもちょこっと申し上げたんですけど他の国家試験でもねあの今年ですね2020年令和2年ですねご覧のようなね国家試験でもね続々とあの改正民法から出題されてるんですね,ねでところが 次なんですよ。官 <laughs> 邸試験はじゃあどうなの？これ今回今年ですね2020年令和2年旧民法で出題されてるんですよ。でこれねなんでかって言いますとちょっとご覧ください。これねちょっとね官邸書と変わってるんですよ。前年のねここね前年の9月1日までに施行されてる法令これが翌年の一時の 担当試験ね。さらにはね、論文式試験に出るということなんですよ。こういうこと、ちょっと変わってるんですね。で、今回のあの改正民法ですけどね。まあ、いわゆる大部分がね。いわゆる債権法の改正なんですけど、これが施行されているのが今年2020年の4月1日ですのでね。ですから、鑑定士試験の場合ね。結局基準が前年ですね。 2019年の9月1日までに施行されている法令が今年2020年の出題、ね、これが対象になるってことですので今回は、ね、改正民法は出なかったと旧民法で出題されたと、ね、いうことでちょっとかなんか官邸志試験だけちょっとなんか取り残された感が若干ありますけどもねただ来年ですね来年2021年令和3年はいよいよ官邸志試験においてもねこの,あの改正民法ですねこれで出題されます。 まあちょっと他の、ね、国家試験より1年遅れというそういうことですね。でちょっと知っておいていただきたいのがねこれですね。やっぱり他の国家試験でねすでに改正民法を勉強された方さっきの卓球もそうですけど他の国家試験もそうですね。やっぱりねもうすでに勉強されてるってことでもうやっぱり有利は有利ですね。これはぜひねあの知っておいてください。ね、実際鑑定士受験,受験生はこれからなんですよ。 鑑定試験する前これから改正民法を、ね、勉強するという方が大勢いらっしゃいますのでもうすでにね勉強されたという方はやっぱり有利ですねこれははっきりと言えますですね知っておいてくださいねでここでちょっとねこの鑑定士試,試験どんなね試験構造なのかってちょっとねおさらいをしておきたいと思います結構ねちょこちょこあの聞かれるんですねでこれ一時が担当式試験ですこれマークシートです問択で一個、ね、正解書を塗りつぶす で科目が二科目行政法規っていうのと鑑定理論で例年ですね例年試験日は五月の第二日曜日ですただ今年二千二十年はね令和二年はコロナの影響でずいぶんずれ込んじゃいましたねただ例年例年ですとね通常通りいけば五月の第二日曜日いわゆる母の日ですね母の日がだいたい例年ね担当式試験一時の担当式試験になってますんでちょっとこれねあの記憶に留めておいていただければと思いますでこれどれくらい受かんのか これ今年ですね令和2年2020年、ね、33.1%の合格率でしたこちらね大体、まあ、これもだいたいほぼほぼ例年通りなんですよ大体たい3人に1人はこの一次試験受かっていくんですねこれですからこれ自体見ると結構ね合格率自体は結構高いかなと言えますねで今度は二次ですね当然この一次の担当式試験に受かった方が次の二次のこの論文式試験に、ね、進むと でこれ当然論述試験です論述試験ねペンを使って答案を書きますんででちょっとこれ大きめにしましたけどねやっぱりこれね4科目あるんですけどそのうちの1科目が先ほどからお話をしている民法です民法これねで他にも3科目ありますでこれ例年試験はねやっぱりこれ8月なんですよ8月の正確に言うと8月の第1日曜日を含む同日月の3日間なんですよ論文試験ねちょっと大変ですけどね3日間ありますけど ただこれも今年やっぱりねコロナの影響でちょっと試験日がずれてねあのつい先日やっとね終わったということでした10月でした今年ねやっと終わったというとこあったんですねでこちらの合格率ですねこれこれまだねあの先日ねあの行われたばっかですのでまだね発表今年のねあの令和2年の発表はまだで,ですけどこれ昨年度の数字ですね合格率が昨年、えー、と令和元年 ね、2019年は14.9%でした、ね、最近少しずつ、ね、合格率も上がってはいるんですけど依然としてね、まあ、決してそんなね優しいあの試験にはなってないでも他の国家試験と比べるとね,ねあの合格率が1桁の国家試験っていくらでもありますから、ね、ですからそれだけ他の国家試験と比較すると、まあ、結構高い方かなとで当然これやっぱりね2次の論文式試験がやっぱり天王山なんですよ。 一次の担当式試験で受験生を絞って、ね、で二次の論文式試験で、ね、いよいよその受験生の、ね、本当のねあの深いその理解とか知識とかそれをまあ試すということでこれがまあ論文式試験が天王山なんですけどその天王山にあってもね14.9%約15%ってことなんで決してそんなに低いわけじゃないなっこれは言えると思います。一一応目安ですねね次のの担当の大体これ、ね あのレックからら合合格されてたた方のの平均学習時間、ね、時間間がだいいい担当場500ぐもちろん個人差ありますよ。ね、であと2次の論文こちらやっぱり4カムかあるんで結構ボリュームありますんでこれも大体平均ですう,うちからね合格されてた方たちの平均が2,000から2,500時間、ね、もちろんこれ個人差あります。もっとねこれより短い時間で受かった方もいれば、ね、もっとかかった方も当然いらっしゃいますんで。ね、で特に、ね、ちょっと左のね この担当式試験、ちょっと見ていただきたいのが。これ、宅建受験者だと、この五百時間をだいたいね。四百時間ぐらいまで短縮できます。短縮できます。これ。で、どうしてかっていうと、これね。宅建の場合ね、多くの科目が鑑定士試験の科目と被るんですよ。これが、まあ、最たる理由ですね。で、ちょこっとね、あの、踏み込んで、この鑑定士試験ね。ちょっと見ておきますと、改めてね、一時が担当。 で2科目ねこれそれぞれ40問ずつ出て1問ねこれマークシート塗りつぶすんですね。で受かるとね今度は2次の論文に進むんですけどねこれねご覧の通り4科目あります。でこれ三木宅建です宅見の方たちはねこれご覧の分野勉強されたと思うんですよ勉強済み。ねでちょっとよく見てくださいねねねまままず一番上の権利関係やりししたた、ね、ここれれ当然民法を含んでましたよね。これね ね、鑑定士の民法につなげることができるんですよ。勉強してるんですよ。ね、で次の宅建業法。これは行政法規です。行政法規と宅建業法出るんですよ。であと法令上の制限ですね。都市計画法とか建築基準法とかやりましたね。法令上の制限。これもやっぱり行政法規でね。これまた出てきますんで。この知識思いっきり使えるんですよ。でさらには税法。これもやりましたね。地方税法の例えば固定資産税とか所得税とか。 これもやっぱり行政法規で出てきますんでやっぱり使えるんですよ。であと最後鑑定評価基準これも卓研でやってますよねこれ地下工事とね地下工事法と交互に出てますよねでこれがまさに鑑定理論なんですよこれ。良いですねだから本当にね卓研で勉強した知識のほとんどもう9割以上ですねはもう鑑定して使えるとご覧の通りです。で特にねこの矢印が集中してるこの行政法規ね これどんなものなのかってちょっと改めてね詳しく見ていきたいんですけどちょっとご覧くださいそれがこれですね令和2年今年です2020年の令和2年この行政法規で出題された法律の一覧表なんですよずらずらとずらずらとねさっきも見ましたけど40問出ますんでご覧のようなね法律名が並んでますでしょね。でこのうちよく見てくださいねこれでこっちも ね、今赤字にしましたけど、この赤字にした法律。これが皆さんすでにね。宅建を受けられた方は勉強済みってこと。やったでしょ。不登法宅上法宅建業法農地法とかね。もちろん都市計画もそうですよ。ご覧通りです。上手ですね。もうだからこれね。一応40問中ですね。もうこの？半分以上です。半分以上は要するに宅建で。すでに学習済みということなんですよ。 だから宅検受けた方っってて、ね、本当に大きなアドバンテージ持っているんですね。これなかなかね結構皆さんね自覚なさらないんですよ。いや鑑定士の方が難しいでしょうって言って結構ねなんかこう臆する人いらっしゃいますけど違うんですよ。やっぱり私もねあのやっぱりこの鑑定士の受験師と10年以上やってますけど宅研やって鑑定士の勉強に入ってきた形ってやっぱ全然あの理解力も吸収力も違うんですよ。ややっっぱり宅検でやったね、 法律とか内容が鑑定士で思いっきり被ってるからですねやっぱりね多少ねあの知識的に少なくても一回やってるね、そういう取っ掛かり持っているというのがねやっぱ大きいんですねですからやっぱ私もこうやってね鑑定士と受験指導やっててねやっぱり宅検やってる方やっぱ違うなもう毎年実感しますやっぱりそういうね多少知識は少なくてもね予備知識ねすでに宅検で一回かじってるだけでもやっぱりね 大きななアドバンテージになってますんで全然理解力も違うんですよ。違うの、ね。だからこれはね、ぜひ知っておいてください。いや、レベルが違うからっていうことでね、臆する必要は全くない。逆に自分は卓犬やってね、いや、もうある程度知識やってんだよ、ね、抑えてんだよぐらいの気持ちでね、おられた方がちょうどいいと。私ははっきりそう思ってます。ね、で、ちょっと続きますよ。で、次なんですよ。じゃあ、実際にちょっとね、 ここのの行政法規の問題ちょっっとね解いいいててみたいやってみたたやんでですすよよきますよこれ国土漁計画法。これ、令和2年、今年です。2020年の行政法規ですよ。ね、鑑定士の行政法規で出た国土利用計画法です。この問題、見ていきます。問いの5番で出ました。で、どんな問題出たかって、こんな問題なんですよ。で、上からいきますよ。国土利用計画法。ね。でに関する次の記述のうち、 誤っているものはどれかここね,ねこれは単純正誤です誤、ね、ってもどれかということで,でさっきも言いましたけどこのね行政放棄の場合ね5択です一問5択、ね、で卓の場合4択ですよねまあ1個足は多いですけども、ね、ちょっと一番から見ていきますよ足の一番ね A が B に対して都市計画区域外の面積1万1,000平方メートルの土地を売却した、ね、取引は売買ですね売買。バイバイ 売却した場合には A は A 法,法というのはねこの国土用計画法ねこうね法第23条第1項に規定する届け出これ事後届出です事後届出ねというを行う必要があるということでねこれ宅建やった方であればねこれあおかしいねおかしいね瞬時に気がついたと思う特にねここねこの届け出対象面積何か見なくてもねこれ事後届出ってことで届け出義務者は 権利取得者だった。ここで言えば買い主 B が届出義務を負うっていうのは瞬時に分かったと思う。ところがこの足の一番問題文を見ると届出義務を負っているのは売り主 A になっている。もうこの時点でねおかしいねっていうことで答えが出ちゃうんですよこれ。だからここのね都市計画区域外面積一万一千一千平方メートルっていうこの例のねこの場所とあと届出対象面積なんか考えるまでもなくね。 自己届出ねこれ届けて義務者は権利取得者っていう知識これ宅検でやりますからやりますからこれさえあればもう瞬時に誤りで答え出ちゃうんですよこれこれ足の一番です正解書はだからに一応ね一応本番ではねもちろん2345も一応保険でこう流し読みをしてでやっぱ最後一番に戻ってあやっぱこれが正解書ってことでマークしますけどでもね今ご覧いただいたようにもう瞬時でもう答え出ちゃうんですねその意味でなんと宅検の知識で解けるじゃないかとそういうことですね はいそれではですね続きまして今度こちらの問題ご覧くださいこちらも行政法規です行政法規の問題ですね令和2年今年です2020年問いの9番ご覧のような問題が出ましたいかがでしょう <laughs> でねいきますよ都市計画法に関する次の「えー、とい」から「ほ」までの記述のうち開発許可を受ける必要があるここね 開発行為として、正しいものの組み合わせはどれかってことで。ね、いわゆる開発許可の要否というね。これもね、宅建でよく出ますね。行政法規もよく出るんですよ。これ。ね。で、ただし。これちょっと続けますと、ただし、許可を受ける必要がある開発行為の規模については。条例による定めはないものとするってことで。ね。要するに、これ条例による細かいね、例外は禁止しなくていいよって、そういうことですね。で、いの、足からいきますよ。市街化区域において。 社会教育法に規定する公民館公民館ときたらこれはやりましたねこれ公益上必要な建築物ということでねもうこの場合は場所も規模も見なくていいんだったもうすぐに開発許可不要というね結論出していいんだったねすると本文はねこれ開発許可受ける必要があるものの組み合わせを聞いてるから「い」は不要ってことですから「い」を含む「1」と「2」が消えるいいでしょ でそうすると次の,炉の足はこれ読まなくていいわけで何、ね、でかというと下の組み合わせ見ると「ロは入ってませんからでその次の「歯」の足から見ればいい。でここね市街化調整区域において医療法に規定する病院の建築のように供する目的で行われる3,000平方メートルの開発行為と上がってますけど病院はいわゆる公益上必要な建築物には当たらなかった。ね、でそれを市街化調整区域、ね、基本的に建物建てられないところでね やる場合については建築ね。建築する場合については、規模は関係なく開発許可は必要だったね。すると話ですね。話を含む3番と4番ね。このどちらかが正解しかなということですね。で、あと、今度その下この2の足を見ます。準都市計画区域内において野球場また出ましたね。これよく出ますね。野球場の建設のように供する目的で行われる。 8, 平方メートルってことでこれ野球場の場合はねこれ卓建でもやりましたね1万平方メートル以上であって初めて第二種特定工作物に該当するしたがって開発行為に当たるんだったところが本詞は、ね、二の足は8,000平方メートルですからこの野球場は第二種特定工作物に当たらないしたがって開発行為にも当たらないということで開発許可は不要ですね。 すると二の足を含む足の三番が消えて、ね、足の四番が正解しかなって、ね。こうやって答えてます。でも一応最後保険でね、一応このね、本の足もちょっと見ておきますよ。区域区分の定められていない都市計画区域内において。ゴルフコース。これも出ましたね。の建設のように供する目的で行われる一万平方メートルの。開発行為。ね。ゴルフコースは。これは面積要件がないんでしたね。どんなに小さくても、当然に第二種特定工作物に該当するんだった。 ですよねでこれ区域区分の定められてな、ね、い都市計画区域内の場合は3000平方メートル未満であれば許可不要だけど本誌は1万平方メートルってことでこれは開発許可必要としたがって本もねこれ開発許可必要ってことであ、やっぱり足の4番が正解したな、まあ、こんな具合ですね、もう宅検をやりなって方はねもうおそらくほとんどの方がこのね問題行政法規の問いの9番ねこの都市計画この問題ね 解けたんじゃないのかなと思いますまさに宅建の中式で解けるねそういうことですねで次今度ねさらに今度二次の論文式試験の民法の問題こっちもちょっとねチャレンジしてみたいと思いますねちょっとねやってみてください行きますよやっぱ今年です令和2年ね2020年 論文式試験の民法の第1問の説問1ね若干これね要約しました一応よしってことでご覧のような問題文だったんですよ。これです,きますよで上からね資産家である A は A はねこの下ねその17歳になる子供 B ねこの下ねのために不動産業についての経験を積ませることを目的として この B に対して事故の所有する高不動産について修繕等のための契約締結に必要な範囲で代理権を与えているということで一応代理権を与えているなと、ね、この親の A が子供である、ね、未成年者これは未成年者ですよ、ね、いいですよね未成年者 B に代理権を与えた,与えたでその代理権の内容はここに上がってますけどもね 契約締結に必要な範囲で代理権を与えた、ね、この不動産例えば、まあ、家,家としましょうかね家がそれは壊れたその時に業者を呼んで、ね、これ修理をさせるその時の契約、ね、を結ぶ権限をこれ代理権として与えたそういうことですね。いいでしょうこれ、ね、でもこ,この時点でおそらくね宅建をやりになった皆さんはあれこれ未成年者だけど確か代理人になることできたなね、この知識やってると思うんですよ。 ね、未成年者であっても代理人になることはできたいわゆる制限行為能力者であっても、ね、代理人にななることでできたよねなんでかというと代理人が行う契約の効果は全部本人に帰属して、ね、この制限行為能力者未成年者は何ら不利益こもらないから、ね、だから未成年者いわゆる制限行為能力者であっても確か代理人になることができたよな、ね、この辺の知識は、ね、ピピと反応したんじゃないでしょうかね。で続きますよでところが この後このね未成年者ね一応代理権付与された子供の B が親の A に無断で C に対してこの方ね C に対して A から A から公の処分ねこの公不動産の処分についての代理権を与えられていると自称してこれ嘘ですよ嘘ついたんですよね B が C に対して嘘ついて自分はこういう権限あるよ売却する権限を与えられてんだよ。 嘘ついてでこの江藤さんね代金1,500万でこの C に売り渡す旨の申し込みをしたとこれもやりましたね権利関係でね申し込み申し込みで、ね、これ契約成立する時にこの申し込みとあともう一方の承諾っていう意思表示が合致すると契約が成立するんですよって権利関係でやったでしょ、ね、その下で見ててくださいねで続きますよ申し込みしたと。C は ね、この相手方 C ね B の代理権の有無について確認はしていないものの相場に比して安い提案に魅力を感じこれを承諾した、ね、で申し込みと承諾だからあ契約が売買契約が成立したなということですねでそのっ、えー、とはこの契約に基づいて代金の支払いと同時に所有権移転登記が経由されたとね登記の移転も行われたということで,いいですね。でなお この b の行為について、本人 a は事後にも承諾を与えていないということで、皆さんこれもね。お気づきになったと思います。あ、これはいわゆる追認だなとね。本人 a は事後にも承諾事後の承諾を追認って言いましたね。これも卓建でやりましたね。やめましたね。事後の承諾ね。事後のオッケー。これを追認にって言った。この反対が追認拒絶でしたね。ね。これずっと今までね。ご覧になっていただいて、皆さんお気づきの通り。 この未成年者、ね、この B 一応代理権は与えられてるけども、ね、実際にはその権限のない売却行為、ね、売買を行ってますから無権代理です無権代理するとこの本人 A は無権代理が行われた場合については「追認権と」とあと「追認拒絶権」の2つを、ね、手段として行使できるんだった。でここのねアンダーライン引いたこの歌、ね、手ですね A は事後にも承諾与えてないってことだから「追認はしてないな」と。 いうことです、ね、無権代理です無権代理いいですねね無無権権代代理理でで最後この場合において A は相手方 C に対して所有権移転登記の抹消登記手続きを請求することができるかについて論じなさいってことで、ね、とにかく無権代理、ね、無権代理、ね、で本人 A はこのねついにもしていないということで,で A が C に対して、ね、これ無権代理だからね お宅は悪いけどもこの河野高不動産の所有権取得できないんだよだからねこれ登記を抹消したよそういう請求できますかこれを聞いてるわけですね。でここれれれ無権代理ねこれ皆さん読み取れましたよねでそれと同時にこれ確かに無権代理やってるんだけどこのね未成年者のねこの,この子供 B 一応さっきやりましたね代理権は付与されてるんですよ。 修繕です修繕等のための契約締結に必要な範囲で代理権与えられてるってことだから、ね、これ表見代理も問題になるなとこれお気づきになったでしょうこれも卓権でありましたねこれ表見代理って三種類あってそのうちのこれですね代理人が権限外の行為をやっちゃった場合ですね。これは代理人ね。この B は一応修繕等のための契約締結に必要な範囲で代理権付与されててそれを超えてこれです 売り渡した、ね、売買契約を結んでるってことはまさにこれですね、表権代理で。これがやっぱり論点になるんですよ、これ、ね、答案でもこれを、ね、聞いてるんですね、今回、この民法の第1問の説明文なんですよ。でもこれって、宅検でやってますよね <laughs> あともう一点、これ、これですよ、さっきもちょっと申しましたけど、ね、これ代理人の制限行為能力を理由とする取り消し。 さっきもやりましたけど、未成年者、いわゆる制限行為能力者であっても、代理人にはなれた。ね、で、なれたけども、ね、その代わり、制限行為能力を理由とした取り消しは、代理人はできないんだった。これも宅建になってますね。実は、この知識も、今回、この設問一で聞いているってこと。この二つが論点です。この二つをかければ、まあ、パーフェクトなんだけども、実際にね。 後で、ね、あの受験生の方たちにヒアリングしてみるとこの二の方ってね書けてない人がほとんどなんですよ。これででやるでしょ宅でやるただあんまりねこれ実用とは鑑定であんまりやらないんですよ。だからまあちょっと書けなかったっていうのもあるんだけどでもほとんどのねあの受験生の方がね多くの受験生の方がこの一の表現代理の方は書いてるってことで、ね、一応これを書けてればとりあえず説問一については大丈夫かなというふうに見てます。ね、だけど両方ともこれ「宅っでやってるよね」 これははっきりね、言えると思います。やっぱり宅建の知識使えるね。そこなんですよ。論文ですよ。論文でよしでしょね。で、最後、結論です。<laughs> なんだ、タイトルかとね。宅建。あと、改正民法学習者は来年官定しか狙い目ってことで、やっぱりね、宅建やった方ね。あと、改正民法をね、すでに勉強した方、やっぱり大きなアドバンテージをお持ちなんですよね。したがってね。 もう一つ何か別のねこう資格を取ってみようかなもしそういうねあの考えをお持ちの方は是非鑑定士を目指してみてください。ね、じゃあ以上といたします最後までご覧いただきましてありがとうございました。